はい、やっほー。初めて携帯で撮ってる。めっちゃブログフローって感じでいいじゃないですか。まさにそういう感じでやってますよ。何してたんですか、いろいろ。それ日本で、あ、違いますよ、こっちで。ニューヨークでもう、はい、ツイッター見ればブワーって書いてあるじゃん。ごめんなさい、見てない。うわ、いやだって俺昨日なんて、うん、イマージェンシーリームでしょ。あ、なんかそれそうチラッと見たから大丈夫かなと思って、うん、なんか発疹出たんでした。すごかったっすよ、もう全身。なんでですか。なんかのアレルギーなんですよ。本当にロブスターとかじゃないことをめちゃめちゃ祈ってます。これからロブスター食えなくなったら、ね、もう絶対嫌だと思って。僕はそのなんか飲んでた薬とアルコールで怒っててくれって思ってます。でも医者は、違うと思う。違うと思うって言ってて。最近なんか変わったことしました。いやでもこういう旅とかで寝不足で疲れてると出やすいんですよ。それはもう間違いない。でも発疹出たことあるんですね。そうです。一回これをもう経験してるんで別に驚きはしなかったんですよ。オーストラリア旅行した時に一回なってるんで。ああ、そうなんですね。あ、じゃあそういう系だったかもしれない。で、分かってたんで、で行ってなんかすげえ強い薬をもらって、まあでもアレグラ飲んで、アレグラを買ってそれ飲んだらまあ良くはなってたんですね、しばらく、これしばらくというかアレグラもう日本より全然強いんですよ、量が。違うんですね。日本だと60とかなんですけど入ってるの、アメリカは180入ってるんで。あ、日本で売ってないです、180。それでな、まあ効くだろうなと思って、うん、昨日何食べたんですか。昨日は昼も夜もロブスターなんですよ。いいじゃないですか。いいな。そっか、でもワンチャンありえますね、ロブスターで。それめっちゃ怖い。ロブスターとオイスターと、うん、なんだろう、まあ、いいじゃないですか。いいね。ボストンはそれが有名なんで、ロブスターあとクラムチャウダーか、甲殻類のものなんでそれで出てる可能性はあるね。昨日なんてみっちゃんとピザ食いましたよ。あ、まあまあまあ一応ニューヨークは有名なピザ。あ、有名なんですか。そうです、ニューヨークってピザ有名なんで。そうなんだ、なんか多いっすよね。多いそうです、ピザスライスの店めちゃめちゃ多くて、なんてすごい有名なとこあるで、なんか3スライスずつ頼んだらもうめっちゃ大きい。すごいでかい。3はダメです。3はダメ。ドギーバッグもらって持ち帰りですね。3は無理です。1ってしてるけど1スライスで十分です。今日はステーキなんで楽しみ。こんなんだな。まあでも物価も上がってて量もいろいろ減ってるって言ってましたしね。あ、そうなんですか。物価は高いっすね。それに円安が加わって。自分でもホテル取ってたんですもんね。取りました。だからタイムズスクエアに近いんで、はい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 、もう少し行きたいですね。ここからもう一泊いくらぐらいでしょ。僕は6万。あ、やっぱそうですよね。6万で全然ちっちゃい。うん、いやそうっすよね。で昨日ボストンは5万で超でっかい部屋でした。ああ、そうですか。だからじゃあ全然違うんだ。で慶応ニューヨーク校に行って帰ってきただけで、うんうん、ウーバー使ってやっただけでも3万以上かかってるんで、うん、ホテルと移動だけで10万1日っていう。This is New York。 本当そうです。いいんじゃない。ニューヨークをオーストラリアっぽく言う。オーストラリア発音で言うとそんな風になるんだ。ニューヨーク。ニューヨークなんだ。そう、もうずっと一人だったんで、一人だともう全部ファーストフードになっちゃうんで、うん、自分自身。これはキャブなんですか。そうです。キャブ一回乗りたいなと思ってて。キャブ。昔来た時乗れなかったんで、ね、お金なくて。みんなイエローなんですよ。そうですよ。タクシーはそうです。今やっぱウーバーとリフトっていうのもあるんでね。なんすか、リフト。リフトっていうのもウーバーみたいなやつ。相乗りみたいな。いや、そうじゃないです。カープルは多分しないと思いますけど。カープルじゃない。はい。ウーバーみたいな。そう。で、スマホで呼んでみたいな。そうそうそう。で、ちゃんと値段が2つ全然違うんで、両方見て決める人です。ああ、なるほど。初アメリカなんで。はい、そうなんですよね。意外。そうなんですよ。意外や意外。嬉しいんですよ。すごい、オーストラリア人よりも、フランクな感じがして。あ、そうですね。フランクです。そこは。あと人冷たいのかなとか思ったら全然そんなことやない。やっぱりニューヨークも変わったって言ってました。やっぱ 9-11 の後で全然違う人種になったってガイドさん言ってましたね。人種、もう 9-11 の時は私たちはニューヨーカーですみたいな、あなたたち誰気取ってるみたいな、私たちはあなたたちと違いますみたいな、すごい観光客に冷たかったけど、はいはい、やっぱ 9-11 の時ニューヨークはもう、まあ、いわゆるディバーシティですので、はいはいはい、もうみんながどうしていいか分かんないっていう状況でいろんな人に助けられて変わったと。人が変わった。今はもう観光客にもすごい優しい街になった。ああ、そう、カフェとかいてもめっちゃ話しかけてるし。そうそう、めちゃめちゃ話しかけてます。そんなカメラ持ってたら絶対話しかけられます。ああ、そう、なんかラップトップスタンドを僕使ってるんですけど、はい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 、それとかもどこで買ったのみたいな。
人多く珍しいものを見せたらもうすぐオーストラリア人には全然話しかけてこないんで、僕もカメラ持って歩いてれば絶対誰かが話しかけてる。いいっすね。で撮ってくれるってこと？あ、映ってくれました。お店の人とかね、やっぱりいい、ね、イエーイみたいな感じでやってくれたりとかしたんで、これ持ってるとか、ね。アジア人が全然いないですね。少ないっす、割合はめちゃくちゃ少ないっすね。2人ぐらいしか見たいですよ、僕。そんなにカリフォルニアに比べればめちゃくちゃ少ないっすね。大学もそうでしたね。スタッフが黒人多いですね。あ、もちろんもちろん。そういう感じなんですか。あとはヒスパニック系、まあただニューヨークなんで、まあ、フロリダとかサンディエゴと比べれば全然少ないですけど、はい、ホワイトの人少ないんですか、ああいう仕事は。まあ安くね働けるもの。でカナダに行けばインドの人がすごく増えますし、うーん、オーストラリア人はあんまり黒人少ないんで。そうですね、少ないですね。アジア人が逆に多くて、アジア人とインド、あ、はい、多いです。今日コロンビア行ってもコロンビアもやっぱりカリフォルニアに比べればアジア人の割合はすごい少ないです、ね。まあやっぱ中国人はすごいいるんですけど、日本人はマジで少なかったです。でも話しかけられました、一人の日本人に。あ、マジですか、うん、マジですか、マジですか、マジですかって。そうそうそう、有名人じゃないですか。でもう一人話しかけてきたのはハーフチャイニーズ、ハーフジャパニーズ。ボストンの道端とかでも話しかけられてし、はい、面白かった。いやだから暑さも同じことになるはずですよ、日本人がいるとこ行って。だってマジさんほどじゃない。いやいやいや、英語って言ったらね、熱英語ですよ。まだカメラ回ってるとこだけそういうこと言う。カメラ回ってないとか全然褒めてくれない。そんな。全然観光しないんですか、じゃあ。イベントの後とかで4日ぐらいいるんで。あ、4日いるんだ。はい、その間に何かしようかなと。昨日は単純に疲れてましたし、今日は、ね、4日いるんだったらできますよ。そうですね、めちゃくちゃ行けます。タイムズスクエアでしたけど、はい、タイムズスクエア、もうタイムズスクエア歩いて行けるところに泊まってたから2日行っちゃいました。ああ、そうなんですね。そう、僕も次タイムズスクエアらへんなんで。やっぱおすすめはサミットですね、断然。有名な展望台です今、うん、あの下が全部ガラス張り。ああ、はいはい、あのガイドブックあげます。はい、地球の歩き方あげます。そこでもどこ行くか全部で、あとほら自由の女神行かなきゃいけないじゃないですか。自由の女神遠いんですよね。ただ大丈夫です、もうこの何時間後かに僕が行った動画出ますから。どうやってやればいいか説明して。それ説明してくれ。あ、もう編集してだす。あ、もう3日分出てますよ。もうマジっすか。ニューヨークの動画、ニューヨークの3つ出てますね。すごい、本当 Vlog みたいなのが今2日出てて、で3日目出ますから。本気度が違いすぎる。そうそうそう、やっぱりもうYouTuber ですから。もう今日も電車の中で編集してましたから。本気だ。僕もう9月の動画終わってるんで、もういやいや、リアルタイムとかあんまり考えてないから、ね。みっちゃん10分遅れるって、みんな遅れる。アメリカは遅刻はどんな感じなんですか。普通ですよ、全然。もう当たり前ですよ。遅刻は当たり前。当たり前です。ああ、全然。レストランとかでも全然。レストラン10分、まあ、15分なら全然、まあ、待ってくれると思いますよね。2023年は多分いろんなコロナ系の新しい単語を見ることになると思いますね、子供たちは。イノキュレイトなんてやっぱりね、普通は出なかったでしょうけど、もうこれからは避けられないんでね、記事読んでたら。ワクチン打って、イノキュレーション。やっぱイミューンかって。バリエントとか、はいはいはい、イミューニティシステム。そうそうそう、イミューンは。ワクチン、ジャブとか。あ、ジャブね。そう、ジャブ、この前アメリカ人に。使ったら知らないって、知らないって言われると思う。なんか地域差あるのかななんて思って。アメリカショットでしょうね、やっぱり。あ、でショットも使われますけどね。 Have you got a jab? って言ったら、うん、What's jab? フルーショットとかよく言いますもんね、うん、久しぶりに海外行きましたね。本当そうですよね、もうコロナ禍全然行けなかったんで、多分もうここからちょっと毎月行こうかなってちょっと考えてます、ね、これを機にね、もう YouTube 路線が、あ激変みたいな。この円安でね、しかももう一応来月はもうハワイは決まってるんですけど。あ、ハワイ行くんですね。はい、行ったことないわ。陰性証明書じゃなくて、なんだっけ、はいはいはい、ワクチンの接種証明書、はいはい、ワクチンパスポートね。あれって見せろって言われました。言われなかったですよね。入るとき何にも言わない。そうだから入れちゃったから大丈夫、いらないんだと思って。今が一番緩い時だって言ってましたね。あ、そうなんですか。もう全部取っ払われて、いやだ全然コロナの前に僕がアメリカ入った時より全然緩いです、うん、あ、そうなんですね。超緩い。こんなに緩く入れる国になってるなんて信じられなかった。あ、質問とかももうゆるゆる。そう、何も質問されなかった。なんてされたのか、なんで入れちゃうの今って思って、うん、で僕の並んだ列は結構聞く人だったんですよ。隣も全然聞かないでファーって。それは取ってないですよね。
あ、取っちゃダメですよ、そこ。ですよね。そこ絶対ダメです、ね。めちゃめちゃやばいです、あれ取ると。あ、そうなんです。はい。かなりの問題。トイックとかで出てきちゃう。あ、ないっす。入管はないっす。出てこないです。クラクションのさ、鳴らし方が、はいはい、なんつうの、うん、すぐ鳴らしますよ、ね。そう、すぐ鳴らします。これ、ただ、中国より鳴らさないなっていう印象ですね。中国はもっと鳴らすんです。もう中国もありえないぐらい鳴らします。ずっと鳴ってます。いいっすね、この辺なんか雰囲気です。何ステーションなんだろう。ザ・ニューヨークちょっといい。ザ・ニューヨークはタイムズスクエアとか、ウォールストリートとか。そう、ウォールストリートも行ってました。俺はこれで満足しちゃってんだけど。はいはい、早い。もうちょっとあります。まだまだ。There is more to it。そう、もうちょっとえ。There is more to it。もうちょっと。親父が言うようになっちゃってきてるじゃないですか。いやもう、いやツイートとかも今ね、ダジャレとか、ね。ダジャレにして。はい、ダジャレとか書くようにしてます。韻を踏むとか。あ、韻をね。普通と違うなんかツイートにしなきゃいけない。ちょっともう少し頑張ろうとツイッターを決めたんで。ああ、偉い。頑張ってますね。ヒュージュンジャックって言うとしたっけ。イギリス。確かに。だからセントラルパークだけ行けなかったのはね、ちょっとがっかりですね。本当は自転車でセントラルパークも行きたかったんですけど、疲れすぎてて。え、いつ帰るんですか？あ、帰るのは9日です。そうですね、あさって。じゃあ、あさってか。ここ森哲さんは早く来るタイプですもんね。僕とみっちゃんは遅く終わってから。ここはだって、ほら、トイックあるから帰んなきゃいけない。コミットしすぎたんですよ。もういいでしょ。100回も撮ったんですよね。いや、9月はより言って10日なんですよ。トイックが。毎回受けてるんですか、全部。毎回受けてますよ。なんで10日なんだよって思って。それは、やっぱり、意地みたいな。研究と、うん、そうですね。あとは、その受けた後の反省会を楽しみにしてくれてる視聴者もいっぱいいるので。確かに、確かに。トイックっていう、その森哲さんでも、本気出してるんですよね、毎回。一応、本気は出してないですね。出してないですか。あの100回取らなきゃの時は本気出しましたけど、たまになんか満点じゃない時ってあるじゃん。ありますあります。ああいう時ってそれって何で普通にむずいんですか。むずいもんね。そうですね。だからいや情報処理ですね、基本的に。やっぱり勘違いさせる、うん、リーディングの方ですか。そうです。間違えてその逃す時は、まあ、まずパート7なんで普通。そうなんだ。こうだと思ってたけど実は違ったみたいな。 あるですね。だから英語力じゃないっすね。あの試験は。なるほど、まあ、時々パート5で知らんわそんなのっていうの出ることありますけど。はい、ステイハウスに行ってまいりました。これアダムにしてることは雇用したりですか。はい。I'm a YouTuber. I mean, we are YouTubers. ああいう風に自分からね、映りに来てくれるとね、喜んでくれるんでね。あ、じゃあいいや。あ、これ動画だよーって。パスポートなくし、そうそうそう、もういろんなことがもうありました、ね。まあ、なかったら今いないです。大学入った。あげた。何て言うの？パンギョドン。パンギョドン。ちょっとね、ぬいぐるみ入ったけど。いや、これ邪魔って。いや、これで大きさが分かる。これを知らないね。みんな知らないね。こっちの大きさを知らない。そうだ。すごい。いや、飽きちゃうんじゃないのっていう。みんなにこう、ちょっとね、美味しそうに食べるところをね、ちゃんと。ほんとね、アツさん美味しそうに食べるんだよね、いつもね。ほんと思う。美味しそうになるわって思うんです、いつも食ってるものが。なんか日本のステーキと違って霜降りじゃないからたくさん食べれそう。疲れなさそうですね、うんうん。もう食べる方の YouTuber に変わった方がいい。うん、食べます。こうやって英語ランクとかさ、そういうので出てくるから、いつも食べれない。理由もたらけ。うん。